まあ、ポンこと関正行です。今回の実験なんですけれども、このビニール袋、二重にしたビニール袋、約まあ2リットルこの中あるんですけれども、その中にですね、水羊羹を、凍らした水羊羹を2つ入れました。で、そして、温度だとか、温度だとかですね、まあ、主にですね、湿度がどう変わっていくんでしょうかということですよね。まあ、今設置し始めました。時間が何時？時間がですね、まあ、12時10分ということで、まあ、まあ、何分かおきにか、まあ、ちょっとやっていきたいと思いますけど、おそらくね、こう、要は空気中の水分がもう水になっていくわけですから、まあ、湿度が下がっていくんじゃないかなっていうような。ことでやっていきたいと思います。多分そういうことだと思いますけども、スタートしたいと思います。はい、大体50分経ちましてですね、ちょっと変な現象が起きましたね。この、温度がですね、まあ、24度からどんどん上がっていったと。まあ、4度から5度上がって、まあ、湿度は、まあ、一気に下がって、まあ、20% 前後をいったということで、ちょうどね、考えられないですね。おそらくこの温度のセンサーの方に問題があるんじゃないかなと、機械の方でね。で、ちょっとね、アルコールの、温度計に変えて、再度同じ実験をしたいと思います。再度実験開始いたしました。当初、まあ、気温が大体30度ということでね、で、保冷剤を、ちっちゃな保冷剤3つ入れました。そして湿度が、開始当初の湿度がですね、まあ、袋に入れる前の湿度が、で 43%、まあ、今もう急激 36% まで下がってますね。はい、これでちょっとね、再度同じ実験をしていきたいと思います。はい、まあ、約1時間ですね、これアルコール温度計でやってみました。で、これでちょっとグラフ化したいと思います。はい、実験の方終わりまして、データをまとめました。まあ、ちょっと最初にやったのデジタル温度計のデータが、まあ、こんな形になるんですよね。まあ、ちょっとね、こう温度がこう上がっていってしまいましたね。こう湿度だけがこう下がる、まあ、どう、まあ、こういうことはちょっとありえないんじゃないかなと思うんで、もう一回このアルコールね、温度計で確認したところこうなりました。まあ、こっちの方が正しいんじゃないかなと思いますね。正確なんじゃないかなと思いますね。まあ、要は一気にこう、これ見るとですね、こう温度に先行して湿度の方が下がってるんでね。で、一気に、まあ、最初の10分で一気にこの湿度、温度が下がって、それでこう追いかけごっこというか、いたちごっこするようにね、要は湿度、温度が上がったら湿度が下がって、こう湿度が上がると温度が下がるみたいな、こういう形ですよね。で、私ね、もうちょっとね、予想してたのは、温度先行で飽和、水蒸気量が 100% 超えた時点で徐々にこの湿度が下がっていくと。要は温度は急激に下がるけれども、湿度の方はこのゆったりいくんじゃないかなという観測だったんですが、まあ、こういう形になりました。まあ、外からの空気の流通をなくしてますので、まあ、こういうことがあるというか、まあ、こういうことなんでしょうね。まあ、要は、まあ、湿度と温度はまあ同時進行で一気に下がると、まあ、いうことですよね。で、ここで、このなだらかになりますよね。大体気温が、まあ、気温が26度で、湿度がまあ 20% 前後で、こういう安定したところでいたちごっこみたいな形になるんですけれども、まあ、これはあれですよね、安定状態っていうことでしょうね。まあ、要は、熱の、このビニール袋の外からの熱の吸収と、そしてまあ、保冷剤のこの、なんだろう、熱を吸収っていうのがこう均等される、ある程度均等になるという形で、こういうふうに推移していくということですよね。まあ、これ雲の出来方とか、雨の降り方とか結露の仕方をね、まあ、これは端的に表しているということですね。こういう形で起こると
ということです。そういうことでどうもありがとうございます。失礼します。